皆さんこんにちは。今日はですね、ステレオ邸のジャンク PC のパーツを使ってハンドウォーマー、カイロを作っていきたいと思います。実際に使う部品はですね、このマザーボードがあるんですけども、マザーボードの中央部分に CPU クーラーがあります。その CPU クーラーの下の部分にですね、 CPU が隠れているんですけども、本日はその CPU を使ってハンドウォーマー、カイロを作っていきます。目指すものとしては白金カイロやジッポから出ているハンディウォーマーくらい発熱するものを目標とします。早速 CPU をマザーボードから外していきます。 CPU を取り外すためには、まず最初に CPU クーラーを外す必要があります。 CPU を取り外すことができました。CPU のヒートスプレッダ部分にシリコングリスがくっついているので、無水エタノールで拭き取っていきます。マザーボードから CPU を取り出しました。で、この取り出した CPU をですね、どういう風にして回路にするかなんですけども、こちらのですね、モバイルバッテリーと組み合わせて使います。どういう風に組み合わせるかっていうとですね、 CPU の裏にこういう風にたくさん、ピンがありますね。で、見えますかね、このピンにですね、ハンダ付けをします。線をここにハンダ付けしていきます。で、その線をですね、こちらの USB につないで、こっちのパワーバンクから電力を供給して、この CPU を発熱させます。使用するモバイルバッテリーはアンカーのフュージョン5000を使います。モバイルバッテリーの電圧は 5V なので、まずこちらの電源の設定も 5V に設定します。 5V に設定した電源をこのように CPU の裏面に押し当てていきます。このように押し当てていった時に CPU が発熱する電極を探していきます。探し方にも少しコツがあります。今この状態だとプラスマイナスで短絡している状態です。短絡している状態なので電力はほとんど発生しません。そしてこの状態だとモバイルバッテリーが壊れます。これはピンに接続しているけど開放状態になっているモードです。この状態だと電流が流れないので電力は発生しません。これが一番最後のモードです。この状態のみ CPU が発熱します。なのでこの状態になるように CPU 裏面にハンダ付けしていきます。ちなみに今接続している端子なんですけども、こちらは CPU のデータシートを探すことで今どの端子に接続しているのかを見ることができます。 CPU は Xeon E3-1245 です。この CPU のソケットは LGA1155 なので、そのデータシートを調べます。こんな感じですぐ出てきました。ページ下の方にこのようなピン配置が見ることができます。電源のプラス 5V 端子は VCC に当てています。 VCC は電源供給用の端子です。通常動いている CPU だとこの端子に 1.2V が供給されます。次にグラウンド端子はこの RSVD というところに当てています。 RSVD はリザーブドの略で、特に使われている端子ではなかったようです。次に CPU ハンドウォーマーが動作時にどれくらいの温度まで上昇するかを熱伝追を使って測定します。熱伝追をヒートスプレッダーに貼り付けて、そしてその状態で電源を入れて温度を測定します。電源を入れてから4分後に最高温度に達しました。こちらは回路の温度推移のグラフです。240秒で最高温度の74度まで立ち上がっています。これは白金回路等と比べるとかなり早く立ち上がっています。こちらはよくある貼り付けるタイプの回路です。最高温度は48度になりました。目的の性能が得られることが確認できましたので、回路本体を作っていきます。モバイルバッテリーと CPU をつなぐ USB ケーブルは100円ショップで買った一番安いやつを使います。 USB ケーブルの中には4本の線があるんですけども、緑色と白色は信号線なので使えません。切ります。
電線の皮を剥いて予備ハンダを持って、そしてこれから CPU 本体にハンダ付けしていきます。このくらいのサイズのハンダ付けですと拡大鏡を使うと随分楽になります。赤色のプラス線と黒色のマイナス線をそれぞれ CPU にハンダ付けします。 CPU にハンダ付けはできたんですけども、ハンダ付けした箇所を強く引っ張ったら難度が取れちゃったんですね、 CPU 裏面の。ですので他の CPU を使って、ハンダ付けしていきたいと思います。で、あとハンダ付けしてて思ったことが、ランドとランドの距離がかなり近いんでハンダ付けしにくいんですね。で、これをちょっとなんとかしたいなって思います。次に使う CPU は Core 2 Quad Q6700 です。さっきの CPU とはソケットの形が違うので新しく検索し直します。さっきのと同じやり方で CPU のピンを見つけていきます。 VTT に 5V をつなぎます。そしてこちらの4つを 0V に接続します。ランドの間の間隔が狭いのでハンダ付けしにくい問題なんですけども、こちらですね、ランドを強く引っ張ると取れるという性質を逆に利用してランドを取っていきました。その結果このように非常にハンダ付けしやすくなりました。ランドを取っ払ったので非常にハンダ付けしやすくなっています。ハンダ付けが完了しましたので、次にモバイルバッテリーにつないで動作テストをします。端子電圧が 5V、 そして 1.1A の電流が供給されています。電力は電圧と電流の積です。なので CPU は 5.4W 分発熱します。モバイルバッテリーの容量は 5000mAh です。流れている電流は 1090mAh です。単純計算で 4.6 時間バッテリーが持つことになります。このまま使うとハンダ付けが取れてしまうので、ハンダ面にかぶせ物をします。その前にエタノールで脱脂します。かぶせ物を作るためにマスキングテープで枠を作っていきます。枠が完成したらそこへ樹脂を流し込んでいきます。昨日充填した接着剤が固まったんで、これからガバを外していきたいと思います。ですね、今回接着剤使ったんですけども、これ接着剤の正しい使い方じゃないんですね。ですので皆さんが実際に作るときはこういうふうな充填剤ですね、例えばエポキシ系の充填剤だとかレジンだとか、そういった樹脂系の充填剤を使うといいと思います。固まったのを確認してから枠を取り外していきます。固まった接着剤の中に無数の気泡があります。こうならないためにも皆さんは必ず樹脂系の充填剤を使ってください。何はともあれ完成したので実際に使ってみたいと思います。 USB テスターを使って電圧電流を測ります。電圧は 5V、 電流は 1.1A、 電力としては 5.5W 程度を消費します。使ってみた感想なんですけども、やはりかなり暖かくなります。日常使いといった感じではなくて、アウトドアのものすごい寒い時に使うと重宝するといった感じです。今回 CPU ハンドウォーマーを作ってみた感想なんですけども、やはり温度制御は必須のような気がします。電気式回路の次回作の構想としてはマイコンを使った温度制御、そしてリチウムイオンバッテリー内蔵型にしてみたら面白いんじゃないかと思います。本日の動画はここら辺で終わりにしたいと思います。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。